ですね、テレビボードですね、まあ、テレビの横のデッドスペースにこれが入り込むっていう形なんですけど。まあ、ものづくりの場所でもあり、なんかあれですね、教室みたいな、ちょっとこういろいろ、学べる箱みたいな感じですね。独学、自分でこうなんかこう生み出していく場所でもあって、なんか。常にこう壁にぶつかりながらで、それを乗り越えていって、その学習していく感じですよね。なんかそれがなんとなくなんか教室なのかなっていう感じがちょっとしたんです。はい、椅子とかそのテーブルから空間を作る仕事がしたいなと思ったんですけど、なんかそれ仕事って考えちゃうと。何でもそうなのかもしれないですけど、いろいろ縛りが出てきて、楽しいところとそうでもない部分って絶対あると思うんですけど、なんかその空間っていう点ではこうやってなんかアトリエがあって、で、横に自宅があるんですけど、自分家なんで結構好き勝手できるんで、なんかそういうところで遊べてるんで、そういうちょっと空間的なものをなんか満たすのは結構自分家でもできんじゃないかなって思ってる感じですかね、今は。はい。